わしを怒らせたな、マルト。まだこんだけの力が。やっぱすげえや、お前。でも、死ねえから、少しの間待っててくれ。やったわね、ナルト。うん。ん？母ちゃんは今これで港のところへやっと行ける。うん。でも行く前にあなたに言っておかなきゃならないことがあるの。え？ナルト、あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておくわ。16年前の真相？私はあなたの前任の人中力、まずはそこからね。キュービの人中力だった、母ちゃんが。そう、私はキュービの器となるため、今は亡き渦潮の里から木の葉に連れてこられたの。キュービは、ちょっと待ってくれ。渦潮の里から連れてこられた。それに器ってどういうことだよ。渦潮隠れは封印術を得意とする一族でね、木の葉とは特別に深い関係にあったの。そしてその一族の中でも、私は特にキュービを抑え込める強いチャクラを持っていた。だから母ちゃんがキュービの器に決まったってのか。そうよ。だよ、それなんなんだよ。それはそれじゃまるで物扱いじゃねえか。連れてこられた時に事実を知らされてなかったし、それを聞いた時は私もショックだった。人中力のプレッシャー、孤独感、いろんな意志が降りかかって潰されそうになった。でもね、そんな時に私の前任の人中力だった渦巻水戸様が教えてくれたの。私たちはキュービの器としてここへ来た。でもまず先にその器に愛を見つけて入れなさいって。そうすればたとえキュービの人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら、母ちゃんは人中力だったけど、幸せだった。うん。もう、ナルト、あなたが泣くことないじゃない。あれ？何？16年前に木の葉を襲ったキュービの事件、あれは暁の面をしている男の仕業だって父ちゃんは言ってた。それなのになんで母ちゃんがキュービを持ってたんだ。父さんから詳しくは聞かされてないよね。そっか、ミナトは時間が足りなかったのね。確かにそう、16年前に里を襲ったキュービはその面の男が操ったのは事実。でもその寸前までは私がキュービを封印して持っていた。じゃあなんで。その面の男、そいつはなぜだかはわからないけど知ってたの。何を。人中力の美獣の封印が弱まる唯一の機会を知っていた。そこを狙われてキュービを奪われた。封印が弱まる唯一の機会、なんだってばよそれ。出産よ。人中力の女性が妊娠をし、出産を迎えるまでの約10ヶ月の間、
封印に使っているエネルギーがお腹の子供へと移行していくために、美獣の封印がそれに比例して弱まっていく傾向にあるの。16年前の10月10日、私は三代目様の命のもと、里から離れた結界の中で出産をすることになった。これは出産の際にもし封印が解けてキュービが出てきてしまった場合のことを考えての処置。ミナトも出産には立ち会ってくれることになって、準備は着々と進んでいったわ。出産に関しては極秘事項だったけどね。なら俺は先に行くけど問題ないよね。もし陣痛が来たらすぐに周りの人を頼るんだよ。俺もすぐに駆けつけるから。もう分かってるって。それと木の葉の門に迎えの忍びがいるから、ちゃんと連れてきてもらうようにね。あとはミナト、私のこと子供扱いしてる？いやそんなことはないよ。ないけど。ほんと、いつまで経ってもその性格は治らないわね。心配無用、私は大丈夫だから。さっさと先に行って用意しておいて。クシナ、いい？私たちはこれから親になるんだから、オタオタしてたらナルトに笑われるわよ。そうだね、ナルトに情けない姿は見せられないな。でしょ。わかったよ。それじゃあ先に行ってるから、後で結界の中で会おう。まったく、ま、慌てる気持ちはなんとなくわかるけど、でももう少しで会えるね。こんにちは。クシナさん。あ、迎えの方ですか？はい。
もう準備はよろしいのですか？はい、大丈夫です。わかりました。こちらの準備は整っています。行きましょう。いよいよね。緊張してきた。そうして私は結界に向かった。結界の中では湊や医療忍者の方が揃っててね、あとは私があなたを産むだけの状態になってた。正直初めてのことだったから不安はあった。封印の心配もあったし、でも湊がずっとそばにいてくれて私の不安を和らげてくれたの。父ちゃんが。それからは、ちょっと大変だったわね。男のあなたにはわからないと思うけど。母ちゃんでも大変だってことあったんだな。そりゃそうよ。なんてったって人一人を産むんだからね。とても痛いし、なかなか生まれないし、キュービも暴れ出すし。でも少しずつ少しずつ自分に子供ができるって嬉しい気持ちに包まれて、元気な産声と一緒にあなたが生まれた。俺も今日から父親だ。ナルト、やっと会えた。よし、出産したばかりで大変だけど、キュービーを完全に抑え込むよ。四代目火影湊、人中力から離れろ。でなければこの子の寿命は1分で終わる。お前はクシュン、まだキュービの封印が。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て、落ち着くんだ。それはお前だ。俺は最高に冷静だ。姿だが起爆だ。ミナト、ナルト。よかった、ナルトに怪我はない。無理やり飛来神の術を使わされた。狙いはクシナ。引き離されたか。急がないと。何のつもりなの。お前からキュービを引き出し木の葉を潰す。何だと。出産でキュービの封印は弱まり、そして最も厄介な湊を今は遠ざけた。お前を救う者は誰もいない。このわずかな隙をどれほど待ったことか。次は木の葉だ。待って。ほう、すごいな、渦巻き一族とは。美獣を抜かれてもすぐには死なないか。
キュービの人中力だったお前だ。こいつで始末してやる。先行なだけはある。だが遅かったな。ミナト、ナルト、ナルトは無事なの？ああ、無事だよ。今は安全なところにいるよ。よかった。ミナト、あの男とキュービを今すぐ止めて、この前向かう気よ。また飛んだか。まあいい。どうして？いいから、ナルトのそばに。すぐに戻ってくるよ。俺に気づいたか。もう親バカ決定よね。いや、ナルトが喜ぶと思ってさ。生まれてもないのにそんなもの買ってきて、ほんと気が早すぎだってばね。ナルト、母さんはああ言ってるけど絶対喜ぶよな。え、今ほら、やっぱり喜んでるんだよ。偶然じゃない？偶然でもいいよ、ナルトが喜んでくれてるなら。ミナト、言ってることがめちゃくちゃ。生まれてきたらいっぱい遊ぼうな、ナルト。そうね、生まれてきたらずっと一緒に。
さんがあなたのために買ったのよ。大丈夫、大丈夫だから。もうすぐ俺が父親か。ねえ、どっちに似てると思う？どっちでもいいよ、俺たちの子供なんだから。ナルト、お前に会える時が待ち遠しいよ。早く会いたい、ナルト。いい子ミナト、ありがとう。ナルト、私の子供、私たちの息子。やっぱ会えたのに。分かってる。すまない。ミナト、キュービンごと飛んだのか。大丈夫かい？ミナト、ここまではなんとかできたけど、俺のチャクラはもう。守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り、俺は最後まで諦めない。待って。私はまだやれる。引きずり込んで死ぬわ。そうすればこの先キュービの復活時期を延ばすことができる。今残り少ないチャクラであなたたちを助けるにはそれしかない。今までいろいろ。君が俺を四代目火影にしてくれた。
君の男にしてくれた。そしてこの子の親にしてくれた。それなのに、ミナト、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。シナ、君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラをすべてナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封じ。でもあの術は実写が。それともう一つ、俺に封印するキュービは半分だけ。これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって比重バランスが崩れてダメだ。式封じなら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。だからキュービのもう半分は世界の変革と災い、その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。ナルトに封印する。八卦封印でね。君の言いたいこともわかる。でもジライア先生の言っていた世界の変革のこと、そしてそれに伴って起こる災いのこと、今日確信したことが2つある。君を襲った面の男、奴は必ず災いをもたらす。そしてそれを止めるのはこの子だ。人中力として未来を切り開いてくれる。なぜかそう確信したんだ。ミナト、でも この子を信じよう。なんたって俺たちの息子なんだから。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。
国が崩壊した君ならそのことがよくわかるだろう。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は忍びだ。それと俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。ナルトへ封印する。儀式用の台座、わしをまた封印する気か。しかもあんなガキに。親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。わかったわ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だってこと。ありがとう、クシナ。クシナと俺のチャクラを。よし、これでいい。クシナ、八卦封印をやるよ。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。ナルト、
好き嫌いしないで、いっぱい食べて大きくなりなさい。お風呂には毎日入って温まること、それと夜更かししないでいっぱい寝ること、それからお友達を作りなさい。いっぱいじゃなくていいから、本当に信頼できるお友達を、数人でいいの。それとお母さんは苦手だったけど、勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。ああ、それと大切なこと、忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること、任務金はちゃんと貯金すること、それとお酒は二十歳になってから、飲みすぎては体に触るから、ほどほどにすること、それと参勤で問題なのが女、母さんは女だからよくはわからないけど、とにかくこの世は男と女しかいないから、女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。母さんのような女を見つけなさい。それと参勤といえばもう一つ、ジライヤ先生には気をつけなさいってばね。ナルト、これから辛いこと、苦しいこと、たくさんある。自分をちゃんと持って、そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って、いろんなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。みんなとごめん。私ばっかり。うん。いいんだ。ナルト。父さんの言葉は、口うるさい母さんと同じかな。八卦封印。ごめんね、あなたを九尾の器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。愛情を注いであげられなかった。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてねえよ。そりゃ親の愛情ってのは正直よく分かんなかった。父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよ。なんとなくしか。でも今はわかる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん、俺の器にも九尾より先に愛情が入ってるってわかったから、だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。
ミナト、聞いてる？私たちの思い、ちゃんとこの子に届いてたよ。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。私たちの元に生まれてきてくれて本当に。ばっかじゃなくて野菜もちゃんと食うってばよ。風呂は好きだから安心してくれ。温泉にもよく行ってる。それにいつもいっぱい寝てるしよ。つうか寝すぎぐらいだってばよ。友達に関しちゃいいやつらがいっぱいできたんだ。母ちゃんにも会わせてやりたかったな。ただ一人だけうまくいかねえ奴がいいんだけどよ。勉強のことは、まあ、母ちゃんの予想通りだ。もちろん、落ち込んではねえってばよ。アカデミー時代は、先生や先輩といろいろあったけど、今ではみんな尊敬してる。忍びの参勤は、ジライア先生に教えてもらった。確かに、母ちゃんの言う通りの人だった。けど、俺の忍びとしての生き方も教えてくれた。偉大な忍びだってばよ。俺は木の葉の忍者渦巻ナルトだ。夢は火影の名を受け継ぐこと。そんで先代のどの火影をも超えてやること。そんで父ちゃんよりかっけえ男になる。そんで母ちゃんより強え忍びになる。おっしゃ！うわぁ！何があった？うまくいったの？とにかく、いろいろあって。いいよ！そうか、そういうことか。了解！お前の顔、今、了解！一体何があったの？それは次の機会に説明するってよ。オーライ。え？父ちゃん、母ちゃん、俺を産んでくれて。ありがとう。戦争？ああ、お前にはまだ説明していなかったな。もうじき、そうだな、あと数日以内にこの世は戦乱に巻き込まれる。第四次忍海大戦、美獣をかけた戦いだ。だが安心しろ、キュービを殺したりはしない。キュービにはお前をぶつける約束だからな。とはいえ、お前は目を移植したばかりだ。今しばらくここで静養しておけ。
ようやくここまで来た。もはや俺の計画は成就寸前。もうすぐだ。第五章、暗躍する者。なるほどね。なかなか大変だったみたいだけど、よかったね。キュービチャクラを手に入れることができて。キュービチャクラをものにできたことも、確かに嬉しいことだろうけど。それより、母親に会えたことが、ナルトにとって何よりも大きな収穫だったようだね。よ、キュービチャクラはどんなもんだい？使い物になるか、それが問題。キュービのチャクラは、俺の中の別の場所にとってある。いつも使ってるってわけじゃねえ。必要な時にキュービのチャクラを呼び出して、俺の力にする。ん？こんな感じでな。これが、キュービのおかげで急激パワーアップ！イエー！何？それで隠れてるつもりかよ。何か別のチャクラを感じるのか。感じるんだな、別の存在。それに気づかぬ俺は存在。チャクラじゃない。なんかこうモヤモヤした悪意みたいのを感じる。それだ、その憎しみや悪の感情を感じ取るようですね。お前は、暁のサメ野郎！なぜだ。あの時お前は確実に俺が倒したはずだ。あなたと戦っている最中、隙を見て偽物と入れ替わっただけの話ですよ。本物の私はサメ肌として常にあなたと共にあった。何？霧隠れの術！ハチビ、あなたのそばにいたおかげで忍び連合の情報を随分と集めることができました。感謝しますよ。あいつ、情報を持って逃げるつもりか。逃がさない。よ、真実の滝だと。ナルトはそんな危険な場所に向かったってのか。ええ、青春の中でもがく若者を放ってはおけない。ナルトのもて俺を走るぞ。この人ちょっとあれなんで、すみません。いえ、行くぞ青葉。あ、やっぱり俺も行くんですね。